はい。お元気そうです。久留米市主イスの平です。えー、本日は、えー、経済学部、私立の経済学部受験に関して、えー、お話しておきます。ちょっと最近人数が増えてきたんでですね、もう前にも動画を上げてると思います。何ヶ月か前にもですね、この動画を上げてると思いますが、まあ見ていないというような人もいると思いますので、えー、特にですね、福岡大学の経済学部は、 気をつけておくようにということですね。はい、第一志望が福岡大学の経済学部だという人はしょうがないけどね。まあ、あるいは経済学部が第一志望だから絶対経済学部、福岡大学の経済学部に滑り止めとして出しておかなくちゃいけないんだという人は、まあ、しょうがないんですけども、基本的に福岡大学の経済学部には絶対出しちゃだめよというようなことをですね、もう出すだけもう意味がないよみたいな感じのことをですね、一応お伝えしておきましょう。まあ、うどうしてもね、経済学,学部じゃないといけないというか、どうしても 福岡大学の経済学部が第一望でもうこれは譲れないという人はまあしょうがないんですけども、はい、経済学部受験者は気をつけておいてくださいということで、まあ、一応ですね、えー、今日の動画入っていきましょう。さあ、ということで先に点数表を、まあ、何ヶ月前にも見せておりますけどね。<laughs> はい、同じ年に福岡大学の経済学部、法学部を受けた久留米高校の生徒2人の成績です。でこれ、センター試験の時ですから、まあ、上の方は英語が200点満点で151点で、下は英語が200点満点で115点とかいう,ような形ですね。上は現代文100点満点で85点、下は現代文100点満点で55点という形ですね。 はい。というふうなところで、えー、あと社会か。社会が上の生徒は、社会の1科目目が79点、2科目目が70点、下の生徒は1科目目が71点、2科目目が44点という形なんですが、まあ、どう見ても上の生徒の方が圧倒的にすごいですよね。同じ久留米高校の生徒で、<laughs> 同じセンター試験を受けたんですけどね。はい。ところが、上の生徒は福岡大学の経済学部を落ちてますよと。で、下の、えー、で、えーまあ、下の生徒は、 福岡大学の経済学部になぜか受かってますよということですね。はい、で下の生徒の点数ではもう正直言って福岡大学受からんレベルなんですけどね、福岡大学の法学部落ちてますし、もう一つの福岡大学の経営法学科の方もやっぱ落ちています。ということで、まあ、福岡大学とても受かるような成績じゃないわけですね。で上の生徒はその下の生徒が落ちた、まあ、要するに経済学部よりはね、やっぱ法学部の方が難しいかなという感じはするんですが、まあ 普通に福岡大学の法学部はちゃんと受かってます。なのになぜ経済学部で落とされたんでしょうということですね。はい。ということで、えー、まあ、種明かしをしますと、もう1990年代に私が明治大学の 方とお話をして、えー、明治大学の方では、もう経済学部に関しては、社会で受験した生徒は落としますよと、数学で受験した生徒を合格させますということで、英語、国語、社会で受験しても、明治大学の経済学部は合格できないと。うん、で、えー、英語、国語、数学で受験する、社会の代わりに数学で受験した生徒を合格させてますというようなことですね。まあそういうふうに言われていました。もう今から30年ぐらい前の話ですよ。はい。 なんだけれども、えー、30年前はちょっとオーバーか、25年くらい前ですか。はい まあ、そういうい話なんで、すすけどですねで、えー、これに関しては明治大学の方でずっと追跡調査をしていったら、経済学部に入ってきた生徒で、社会を選択した生徒っていうのは全然伸びなかったわけですよ。大学4年間ずっと伸びないでいって。で、えー、これがあ数学を選択して入った生徒というのは、大学4年間ずっと成績が上がっていったというのは、まあ、経済学部というのはどうしてもね、あの数学が必要です、えー。文系なんですけども、数学3の微分までは必要です。 必要なんですよ経済学部経済学っていうのを勉強する上でですね。はい。まあ、積分はやらなくていいですけどね、さすがに。数算の積分まではやらなくていいんで、えー、微分までは必要だということなので、はい。まあ、大体、慶応の経済学部とか受かった生徒なんかは、まあ、大学の方から春休みの宿題ということでね、まあ、入学式が始まる前までに合格した生徒たちには、あー まあ、数学さんのあ宿題がドバッと出るわけですね。もう数学さんとか習ってもいないからですね、文系の生徒たちは。もう理系の友達捕まえて数んずっと習っていたというようなことを言ってますけれども。はい。ということで、まあ、これに関しては、あこの 今見せた点数表の時ですね、何が起こったかっていうと、早稲田の政経学部は数学必修ですよと、ね、政治経済学部、経済の学部だから、早稲田の政経学部っいうのは数学必修ですよっていうようなことを、まあ、打ち出したわけですね。これでもう大激震が起こったわけですよ。経済学部は数学が必要だというようですね。 はい。ということで、えー、必ず福岡大学というのは、そういうのにすぐ動揺する大学ですからね。もう前にもお話したと思います。福岡大学の前期試験で1000人の合格者数を減らしたよという年があったんですけど、その時なんかも某大学がですね、えー、某難関大学が、あまあ、その辺の合格者数の、えー、ことをですね、やらかしてしまってですね、 文部科学省からめちゃくちゃ怒られたので、もうこれで福岡大学、もう震え上がってですね、もう合格者数を1000人バーンと減らしたわけですよ。だから、まあ、そういうふうにですね、何かが起こると、福岡大学っていうのは、もうすぐ揺れ動くっていうのがありますから、まあ、今お見せしたのは、おそらく、もう二度と起きないだろうとは思うんですけれども、まあ、それは二度と起きないだろうと思うんですけど、もう一つですね、えー、その下にあったんですけども、 まあ、共通テストの時に、えー、小郡高校の生徒がですね、受けた、えー、福岡大学の受験ですけれども、8、え、勝、ー、4敗だったかなあ、えー、?1、2、3、4、5、6、7、8個,8個合格、1、2、3、4ですね、えー。8個合格、4つ不合格ということで、12個福岡大学に出願してるんですね。はい、12個出願して、えーまあ、この子は、 法学部に関しては、もうずらっとこうやってですね、えー、6個出して、えー、5個受かってますよと。ところが、経済学部に関しては3つ出しても、まあ、産業経済まで入れると4つ出してかな。で、えー、2つ落とされてますよと。あるいは、小学部とかに関しても2つ出して、系統別と前期と受けて、えー、半分は落ちてるということで、まあ、経済学部、小学部系っていうのは数学が必要だからですね。だから、いだにやっぱこういうところはあります。 <laughs> よろしいですか。はい。で、ちょっと種明かしで上の方をちょっともう一回見ますけれども、まあ、これ、一体何が、あのー、不合格の原因なのかっていうことなんですけどね、えー、<laughs> 上の生徒の数学の点数ですね、30点、35点なんですよ。 で、下の生徒の数学の点数、56点、46点なんですよ。で、2人ともこのセンター試験の点数を福岡大学が提出してるわけですね。となると、これは合否には関係のない科目ですよね、数学は。 うん、英語国語社会で合否を決めてもらうためのセンター試験の提出だったわけですけど、大学側には全部の点数が見えてしまいます。なので、えー、数学の点数でパッと見てね、あ、65点しか取ってないやということで、自動的に経済学部を落としているということですね。はいまあ、英語国語社会しか提出してないのに、数学の点数を見られて、65点だから落としますよと。で、福岡大学の経済学部を受けた。 経済学部の方で、あ、56と46ですから、もう102点も取れてる。これは素晴らしいということで合格させてるわけですね。経済学部ですね。もう全然点数足りてませんけど。うん。よろしいですか。というふうなことで、えー、そこが、まあ、種明かしではあります。はい。ということでですね、点数がこんなに高くても、数学が取れてないと、共通テストの点数出したらですね、落とされるということで、じゃあ、この、 ここにはどうさせたかっていうと、数学の試験を受けさせなかったんですよ。数学以外は全部受けてますけどね。数学以外は全部受けてるんですけど、数学だけは受けてないということで、数学の点数にあの自信がないということでね。えー、な数学の点数に自信がないんだったら、経済学部、小学部あたりは出さないようにと。出しても落とされるからねというふうに言ったんで、えー、でもまあ、経済学部、小学部にも滑り止めで出したいというふうに言うもんですから、 で、数学を受けないという,ふうな選択をしてで、数学を受けずに出したら、こういうふうな形ですね。はい。まあ、数学の点数見られたら、もうここら辺全部落とされた可能性がありますね。経済学部、小学部はですね。はい。ということで、数学を受けないという選択をしたら、まあ、半分は合格させてもらったというところですかね。まあ、それでもほとんど落とされてますけどね。うん。まあ、やっぱりこういうふうに数学の点数が弱い子は、まあ、法学部とかは合格させてもらいますけどね。まあ、下手に経済学部とか小学部みたいな数学で合否が決まるよう ような学部学科には、まあ、滑り止めで、ね、出さない方がいいですよと。うん 文学部、人文学部か、福岡大学だったら、まあ文学部やそういう人文学部に第一志望というときに、滑り止めで経済学部とか小学部とかに出すんじゃなくて、法学部を滑り止めで出すとかね、まあ、そういうふうにあの工夫する必要性がありますよっちいうことですね。あとは、まあそういうふうにね、あの経済学部落ちても、ショックは受けないように、経済学部はあ数学で合否決めるんだなと、ね、共通テストの点数提出してて、数学の点数はあんまり良くなかったから、まあ落とされたんだなっていうようなところで、 えちゃんと、あのー、1ヶ月後、2ヶ月後の話ですけどね、はいえー、2月の中旬ぐらいにね、ね、えー、2月の下旬ぐらいか、2月の中旬、下旬ぐらいに、まあ、福岡大学の経済学部とかね、こういったところの合格発表があると思いますけど、もうみんなね、落とされていると思いますから、経済学部は数学が弱い中で。 私がこの動画で2月の頃になってね、こうなんだぞっていうようなことを言っても、多分受け付けないと思いますから、今のうちに先回りして、えー、釘を刺しておきますと。 ね、えー、経済学部や小学部は、まあ、滑り止めには向いてないですよと、数学ができない子にはね。はい。ということで、えー、そういうふうな、まあ、入試のシステムがありますよということですね。それだけ先にお伝えしておきます。はい。ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入ってあればチャンネル登録お願いします。下の方には、とブログ、私と電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい。ということで、以上です。